ここまでフォールガイズのステージを模したファーマガイズという競技で遊んできましたが、次の競技でそれは最後となります。最後の競技はどんなのかな？その名もヘキサゴン。おバカ芸能人が輝くクイズ大会かな。クイズヘキサゴンは何年前なんですかね。本家フォールガイズでも優勝者を決める最終競技として配置されるこのステージ、まさにファームガイズの最終競技としてぴったりです。さあマッチングしました。16人のうち誰が生き残るのでしょうか。あかりちゃんは真っ先に落ちるんやろな。私が落ちそうになったらね、ずんだもんたちが忖度してくれるんだ。むしろ結託して落としに来そう。少なくともしるしら園長には勝ちたいですね。それではゲームスタートです。よし、生き残るぞ。プレイヤーが設置した場所の周辺がテラコッタに変わります。一定時間経過するとテラコッタになった足場は消滅します。消滅範囲が結構広いな。わわわ、すぐ落ちちゃうよ。かなり急いで移動しないとダメそうだね。さあ現在一番上に残っているのが2人。もう落ちましたね。やばばばば、割と本家より厳しいな。ただ場合によっては1マスだけ残ったりするかもだし、そこを飛び移れれば強そう。やばいやばい、もしかして私が一番下なんじゃないか。しかもこれ最下層だよ。嘘、めっちゃやばいじゃん。ここの層でできるだけ耐久しないと勝ち目がないぞ。と言いつつ真ん中を真っ二つに切断するあかりちゃんであった。こうしたら面白いかなって。いやちょっとどうしようこれ。うーむ、狭いところを飛び移れないかな。厳しくない。うわあああれ、あかりちゃんは奈落へ真っ逆さま。イワシさん脱落。そして園長は分かってますね。自分の陣地を確保しています。しかしこれはどうだ。ちょっと判定がおかしい。一気に脱落。そして勝者はてるてる1号さんです。おめでとうございます。園長は2位でした。惜しい。そして表彰台を見てください。おう、1位になった人が表彰台の上に飛ばされるようになっているのか。どこ行くねー。これ死ぬんじゃ。ああ。おい、通り過ぎて奈落に落ちていったぞ。優勝おめでとうございます。なんかこういうの本家フォールガイズでもあったような。では2戦目行きましょう。今度はもっと生き残るぞ。これ最初の段は一瞬で消えるんだよな。そうですので、上で生き延びるより下の段で安全な場所を作るのもありだと思います。おっと、いきなり下の段を潰しに行った人がいるぞ。何、下を荒らさないでくれ。しるしランドでユーラニさんポジション。もう最下層の赤エリアは絶望です。ゆっくり行こうか。ちょ、ラグが。イワシさんかなり上の方にいますね。ふっふっふ、今回の私は慎重モード。じっくりと下の状況を見ながら適切な場所に降りていくのよ。さあ下で争うがいいさ。と言いながらすでにみんなと同じ高さまで落ちてますけど。誰だこんなにブロックを壊したやつは。あなたが上にいる間にみんなが足場を奪っていったのよ。やばーい、一番最下層まで来ちゃったよ。ここはなんとか耐久していかないと。あっチーン、ボンミスもいいとこ。イワシさん落ちてしまいました。シルシラさんは高いところをキープしています。うわー、フィールドが完全にすっからかんやんけ。これはシルシラさんかなり有利ではないか。そしてカメラの位置が悪すぎてプレイヤーの姿が全然わからないというね。シルシラさんは僕の大きな足場に乗れたら勝てるが。ちなみにこれがシルシラさんです。飛べるかな。届かなかった。シルシラさん惜しかった。おかしいな、私もこのゲームに参加してたんだよな。空気になってるね。平星さんの優勝おめでとうございます。その後4人での決戦とかやってみたりしたんですが全然ダメダメでした。このゲームは苦手だったのかもしれねえ。またボンミスで落ちてるよ。ということでファームガイズはこれで以上でございます。と言ってもクリスマスパーティーはまだまだ続きまして、次回は私の得意とするボートレースになります。確かにボートレースは過去にもいい実績を出してるからね。私の華麗なるドライビングテクニックをお見せできればと思います。といったところで今回は短いですがここまでです。もうすぐ新しいクリスマスがやってきます。むしろ一周回って季節感があっていいじゃないか。ではでは、 See you!